3月まで早いよ。1日が経つね。うん。うわ、またすごいボール投げるやつやな。161キロがええじゃん。なんでやねん。161キロ投げるピッチャーが県大会におるかよ。うわ、いきなりランニングホームランかよ。いきなり三塁打か。めちゃめちゃ良い音がつった。やばい。下手くそ、何やってんだよ。下手くそすぎるわこいつら。あ、やばい。あ、ガヤフル。あ、クソ、タッチアップしやがった。おっしゃおっしゃ、ラッキー。キロとか打てんわ。打てんわ。早すぎるわ。169とか。
そう。足で稼いできやがるな。お、やばい。ああ。くそー、今の上取れよ。じゃあ何でもやれよ。終わるかな。クマなんだな、さすが。これこのピッチャー打ち崩せんな。でも160キロ台投げやがる。当たってもゴロンとしかならない。ヒットで抑えられるな、下手したら。やば。くそ。ああ。あのヒットじゃんや。一本もヒットも出ん。またランニングホームランだ、これ。ダメだこりゃ。ピッチャーがあるか、ちょっと手遅れやけど。Thank you.
そう。3球で終わった。うわこれノーヒットノーランで抑えられるな。これパーフェクトゲームだね。うわ会心の当たり。めっちゃ落ちじゃんこれ。さあ高いとこ投げるけど。高いところ。そうか。ああ。プロスピと比べたら難しいな。一二塁間がガラガラじゃない、いつも一二塁間でアウトになってもあんまないわ。あ、いった、ようやく開始の当たりが出た。今の開始の当たりだった、ようやくだな。何やってんだよ、ほんま。もう三塁に残っとけばいいのに。ああ終わった。まあ1安打でも打てたかええわ。もうクマなんだいぶかかるなこれ。